うわすごっ。前回の動画で世界三大瀑布イグアスの滝を訪れたソタリオ、滝に突っ込むツアーに参加したら想像以上に危なっかしい。しかし最高な思い出となりました。今回はソタリオ人生初の氷河を見に行きます。こんにちは、リエです。こんにちは、ソタです。ソタリオは現在世界一周41カ国目のアルゼンチンの南の方、日本の反対のエルカラファテにいます。ここはね、もう南極も近いし、地図で見てもらったら分かるんだけど、めっちゃ南やんな。本当に日本の反対側です。はい、ここまでね、来た理由は、ここのエルカラファテに氷河があるんですね。はい、その氷河を見に来ました。町からバスで1時間半ほどで行けるので、ちょっと行ってみたいと思います。はい、で、ここのエルカラファテ、本当素敵な場所やな、うん、見てもらったら分かるけど、あっちの方には雪山もあります。なんか自然が豊かだよね、めっちゃ。で、今日の旅のお供はこちらです。おおはい、感じしっ、おかわいい、グッボーイ。こいつはなんかね、今ホテルから歩いてバスターミナルの方まで来たんだけど、一緒に散歩してきました。なんか動物に好かれる傾向にあるな、俺らな、うん、じゃあな、お前は一緒には行けないよ、今からバスやで。あそこがちなみにバスターミナルです。では今からバスターミナルに向かいます。行くぞ、バモン、行くぞ。エルカラファテのバスターミナルで氷河行きのバスチケットを購入します。氷河までは町から70キロちょい離れています。すごい、トイレが無料です。まるでヨーロッパのような綺麗なこの町では、バスターミナルのトイレも無料、そして綺麗です。氷河までのバスは3社ぐらいで取ったから、自分の都合のいい時間を選ぶといいかも。ピース、OK、Gracias。 Ya voy a averiguar si hay alguien más para no volver。 Dale。 お、こんなミニバンないや。ミニバンやかな。うん、ちっちゃそう。El agua de la bahía es más de arroyo Calafate。なんか湖に泊まったなあ。で、なんかここはな、フラミンゴがおるんやって。おるもん、初めて見たり、フラミンゴって。野生のね、動物園以外で初めて。寒いとこにおるんやな。なんか寒いとこが好きらしいよ、寒い、冷たい水。すごっ、初めて見た。初めて見た、すごっ。あんなピンクなんやな、ちゃんとな、かわいい。また車を走らせて氷河の方に向かいます。奥に見えるエメラルドグリーンの湖、ミネラル豊富やからこんな美しい色になるんやって。ここエルカラファテは南米のイメージを覆すほどとっても平和で、自然が美しく、まるでスイスのよう。車窓から眺める景色も飽きません。ガイドさんがコンドルがいると言い、車から降りてコンドルを観察することに。確かに、お、飛ぶよ飛ぶよ。1万2000ペソですね。はい、国によって値段が違うらしいですね。氷河入り口で入場料を払い、いよいよ氷河が見れるまであと少しです。周りの山は、上の方は雪が積もってます。はい、到着しました。はい、ここから歩いていけるらしいですね。はい、行ってみますか、早速。楽しみですね。まあちょっと見えとるけど、ちょっとちら見できる。うん、氷河はもちろんもっと近くから見えるけど、上からでもちょろっと見えます。すごいな、すごい。もうちょっと近くで行こう。ちょっと滑るね。滑りやすいってな。うん、遊歩道はずっとこんな感じで鉄でできとるんやけど、たまに凍っとったりするから走るの厳禁ですね。これが地図か。あ、すごい、見る場所めっちゃあるね、こんな感じで。今がここなので、こうやって歩いていくってこと。すごい、うわすごい、めちゃめちゃすごいな。すっごい水色やな。ああ、綺麗な。
すごい。なんかよく見ると割れとるな。今にも落ちてきそうなあ。これすごいな。ずっと続いとる奥まで。すごい。ここまで来て本当に良かったと心から思えるぐらいの壮大な景色。絵に描いた氷河のように本物も本当に水色なんやな。氷河の目の前に来たのでね、はい、お昼ご飯タイムにしますか。しましょう。だだアメリカンランチスタイル。そう、ここの公園内にはご飯食べるところもあるんだけど、もちろん高いので持ってきました。はい、リンゴとサンドイッチ。はい、作ってきましたね、うん、ちなみに氷河は目の前に広がってます。最高の景色やな。トマトソースとハムのサンドイッチ。でもこんなん売っとんのと一緒や、うん、売っとんの買ったら600円ぐらいするけどな。いただきます。はい、うん、最高。無理これ。景色も最高ですね、うん、あっちから来る風めっちゃ冷たい。凍えます。真冬の寒さなので防寒具は必須です。さあ、だいぶ近づいてきました。近いよな。うん、近いと思う。やっぱ近いとめっちゃ寒い。冷た。うわ、目の前や。あそこのアイスすごくない？ああ。水色や。ほんまや。あ、寒。うわ、寒い。めちゃくちゃ寒いけど、この水色の氷河は幻想的で、見てて本当に飽きないです。触ってみたいな。見て、あ、氷だけ浮いとる。ほんまや。綺麗、宝石みたい。すご。氷河は生きとるからな。うん。さっき落ちたの、氷河。な、落ちたな。あっちの方でさっき落ちた時、うん、すっごい雷みたいな音がした。そうやな、ゴゴゴゴってな。ゴゴゴゴ。今も結構なんか聞こえるよな、音が。聞こえる。ずっと聞こえる。お前来るんちゃう、来るんちゃう。けど手前やな。どんでどんでどんで、かかってきた。うわ、何やねん。おそらく他の氷河が崩れた振動からか、今まで見えなかった下の氷の部分が急に表面に浮き上がってきました。実は今4月でシーズン過ぎとるけど、こんな氷河の動きが見られたのはラッキーです。下から？すごっ。わわわわわ。待て。クジラかと思った。全長約35キロ、面積約250平方キロメートルのペリトモレノ氷河。南極大陸、グリーンランドに次ぐ世界で3番目の面積を持つ氷河地帯というだけあって、素晴らしい迫力です。淡水独特の青色、1日に2メートル動くこの生きた氷河のなす音は、自然の美しさを改めて思い知らされる壮大な場所です。風が超冷たいな。ああ、全然大丈夫。全然大丈夫とか言ってますが、超寒かったです。ぜひ来る際はあったかい格好をして来てくださいね。すごい、なんか開けとるな。なあ。ああ、寒い。ソタリオ、南米旅は比較的暖かい地域にばっか行く予定やったから、冬服はヒートテック2枚と薄手のニット、ウルトラライトダウンとニット帽のみ。できるならもっと暖かい格好でもいいと思います。氷河は見えとる部分が全てはなく、むしろ水面にある氷の方が大きいんです。このペリトモレの氷河は表面下に130メートルの氷河があると言われています。さあ、戻ってきました。だいぶ日も落ちてきて、曇ってきて寒いな。な、気温も落ちるな、うん、ぐんと寒い。ちゃんとやっぱ厚着してこやんと、うん、風邪ひきますね、ここ。そうやな、リオもちゃんと厚着してた。うん、戻ってきました。はい、あそこのところにはお土産屋さんとレストランとトイレが無料でありますね。なで、次の集合が6時15分やったな。往復で撮ってるので、はい、いいですね。40ドルですじゃあちょっとあそこの中あったかそうなんで
っと休憩しましょう。ちょっと一旦避難しましょう。はい。園内のカフェテリアの値段チェック。サラダが800円から、サンドイッチは1000円から、コーヒー470円、お水は 500ml で400円。全体的に物価も高い観光地なので、客層も若い人は少なく年配の方が多めといった印象。雪収まったし、雪降ってきたねもう雪収まったけど、まあちょっと降っとったよさっきな。さっき降っとった時カメラ回したのになんかマイクの設定ちゃんとしてなくて、もう一回撮り直したらもう雪が降っておりません。はい、そうですね。けど寒くなってきたら雲がない、太陽がないで。あとさ、ここの氷河に来とる人たち年齢層高いな。あ、おじいさんおばあさんばっかりなあ。もう自分が一番若いんじゃないかって自負するぐらい。あ、さっき5歳ぐらいの子おったけど子供ほんとおらんな。ああ、そうやな、子供もおらんし若い人も少なくね。若い人も全然おらんな。全然おらん。やっぱここに来るのにもお金かかるしな、結構。そうやな、エル・カラファテ、あの中心の街自体も結構高いからさ。お金に余裕のある観光客をターゲットにしたおしゃんなレストランが多いし、スーパーも他の都市に比べてちょっと高いし、ここ来るのも40ドルかかるし。そうやな、40ドルか、うんうん、40ドルかかるし、入るのにも20何ドルかかるし、氷河アールコって思ったら250ドルかかるし、しかもそれで1時間とかしか歩けやんのよ、氷河、うん、氷河の上、氷河の上歩くの素敵やけど、1時間で250ドルってめっちゃ高いよな。まあけど旅するの大変、お金かかるけどな。まあいつか来たいって思ったところが来れてよかったな、うん、しかもここ世界一周出発した時は知らんかったんやけど、うんうん、なんでしたかっていうと、世界一周中にホステルで出会ったおじさんと喋っとったら、そのおじさんがここ行ったことあって、その写真見てうわすごって思って、アルゼンチン行った時行きたいねっていう話しとったんや。そう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 、行動力あるな、すごいよ。しかもこんな若いうちに行動できて。そうだよね、だってこれがねまた30、40くすぎていける体かどうかわからんしな。いやでほんとね、思ったらやってみるってのは大事ですね。思いました、この景色見て。この氷もねどんどんなくなってきてもいるみたいやから、とにかく壊れてよかったです。ほんとにね、価値ある、価値ある場所でした。こんな世界ねなかなかないしね。ということで、まあぼちぼち時間にもなってきたのであっちの方に戻りましょう。さよなら。なかなか見ることのできやん景色を目に焼き付けて帰ります。ありがとう氷河。アディオス。さあ中心に戻ってきました。今から夜ご飯を食べに行きましょう。今日はこちら、はい、ラム肉の煮込みが人気らしいのでそれを食べに行きましょう。行こうか。予約したけどガラガラやな。なあ、前日にな。さあということでワインとメインメニューを頼みました。いやここで衝撃の事実、6000円。 しかもこれ昔って言っても2ヶ月前ね。2ヶ月前は1杯250円だったのが今420円になってます。まあ420円でこれは安いけどすごいな。数ヶ月前の情報ですらもう今倍になってる、全部物価が。現在のアルゼンチンは1年で物価が2倍になるハイパーインフレ、それに伴いアルゼンチンペソもどんどん暴落中。日々価値がなくなるアルゼンチンペソは、公式のレート以外に闇レートであるブルーレートというものがあります。数ヶ月前まではブルーレートと公式レートは2倍ほど違いがあったので物価は安いと感じる人も多かったですが、現在はほとんど変わらないです。アルゼンチンの旅行は1年前と比べてだいぶ高くなっているのが現状です。っていうのでね、普通に高いです、アルゼンチン。はい、高いっていうか、まあ、日本と同じくらいやな。日本と同じ。まあけどもう楽しむしかないので、はい、頼みました。なんかこれお通し、パンですね。すごっ、すごいな、ナイフ刺さっとる。どうやって食べるのこれ。でこれがなんかネギが入ったバターみたいな感じだな。相変わらずなみなみもりもりワインで乾杯。乾杯。アルゼンチンのレストランのグラスワインは冗談抜きでハーフボトルぐらい入ってます。そして味もしっかり美味しい。これもすごい芳醇だ。それで渋みがすごい口に広がる。美味しい。アルゼンチンやっぱ美味しいね、ワイン。ああ。お通しのパンもモイリコ。うん。
そして本日のメインラム肉の煮込み、量は2人前ということでしたが、3人で分けてもちょうど良さそうなぐらい、もうとっても多いです。ここの郷土料理らしいよ、ラムの煮込みってのは。エルカラファテの、あ、そうね。グラシアス、何これ、辛そう、辛そう。こんな1個しかないやつは絶対辛いでしょ。じゃあ閉じますよ。はい。うわ、すごっ、骨がある、あばらんとこ。ほろほろ、すごい崩れるわこれは、はい、グリルしたじゃがいもに野菜は人参、トマト、玉ねぎ、そしてほろほろのラム肉、上にはハーブが散らしてあります。柔らかいけどまあまあ臭みあるかも。あ、そうなんだ、うん、豚ではないし牛でもないし山でもないってわかるぐらいラム肉の味がする。あ、ほんと、でも、美味しい、うん、美味しい、柔らかくてね、ほろほろでございます。はい、じゃあ食べていきます。すんごい量、めっちゃでかくね、手よりでかい。これね、カメラ越しで大きさわからんのちょっと悔しいんやけど、めちゃくちゃ量多いの、ほんまにな。2人ではなかなか食べきりやんと思う。まあ、ソタリオは量食べるので完食します。美味しかった。6,800円。次のところはエルチャルテンっていうところに行くんやけど、そこはもっと物価が高いので、しかもスーパーもめちゃめちゃ高いらしいので、先にここで買い出ししときましょう。ディオちゃん、はい、もうこれねな、2日連続で美味しいご飯食べましたのでね、はい、買い出しします、はい、ということで、節約するためにスーパーで節約飯を買っておきます。ワインが値下げされとる、これは買いですね。お水も買っときます。日本と同じぐらいの値段でしょうか。アルゼンチンの節約飯はパスタ。ヨーロッパの方が正直若干安いんやけど、外食よりは安いから問題なし。アルゼンチンは使い切りのパスタソースがあるのがありがたい。次の街に持ち運ぶのに便利やから買っときます。サルサソース。さあ、ということでね、買い終わりました。これで明日からの2泊3日のエルチャルテンの食料は大丈夫ですね。はい、まあ、トタル1000円しないくらいで2泊3日やりのけます。何？飼い犬が自由に街を散策しているここエルカラファテは、毛並みがいい大型犬がそこら中にいます。何？キッ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 。バイバイ。チャオ。ついていきます。で、ここエルカラファテの中心は治安がいいですね、夜。とっても。ホームレスの人たちもいないし、ヤバそうな人たちも一人もおりません。お金に余裕のあるおじさまおばさまが多いですな。しかおらん年齢層高いもん。高いな、めっちゃ。まああとは犬かな。ね、犬、お前の名前は何だ。何この顔ということで、今からまあホテルに戻りましょう。最高な、最高な。さあ、ということで宿に戻ってきました。あったか。あったかいね。ポカポカやわ。素敵すぎる。こちらが私たちが2泊3日してる宿です。ここの値段は一泊が4000円。本来はブッキングドットコムで予約すると8000円やった。しかし4000円。トリップドットコム。なんかダイヤモンド会員ってなんかよう使っとったから、トリップドットコムはな。なんかグレードアップして、それでエルカラファテに着いた時にその割引が効いたみたいな。そう、それでまあ1泊4000円です。めっちゃすごい素敵な綺麗な宿で、ここの水回りもすごい綺麗なの。トイレも綺麗だし、シャワーもねめっちゃ激アツで、ドライヤーもこんな感じでついてます。最高です。さあ、おはようございます。朝ごはんも食べ終わり、チェックアウトも終わりました。ということで、今からエルチャルテン、フィッツロイがある山に向かいます。フィッツロイはパタゴニアのブランドの背景にあるこの山でございます。はい。で、今からバスターミナルまではね、ちょっと 1.5 キロくらい離れてるので、まあ歩いていきましょう。バックパック背負って。全然余裕っすね。まあそうっすね、景色も綺麗やし、うん、もう全然散歩って感じです。はい、じゃあ行きます。
空気が新鮮で美味しいエルカラファテの街を歩くこと30分、町唯一のバスターミナルに到着しました。さあバスターミナル到着しました。お迎え、どんだけ犬出てくんねんこの動画ってくらい出てきとる。エルカラファテの限られたバス会社の中でこちらのバスチケットを購入。エルチャルテン行きは他にも会社があります。距離の割にそれなりにお値段するだけあって座席は広々快適でした。トイレ休憩です。気持ちいいですね、空気が。暑い？暑かった。バスの中かな。ここから世界各国の主要都市までの距離を表す看板、ジャパンがダントツで遠くて21,000キロ。よー、ここまで旅したもんや。綺麗やな、水がなんか透明じゃなくて氷の色しとるな、ね、冷たい？冷たい、超冷た、超冷たいな、うん、飛び込んだら死んじゃう、うん。引き続きバスでエルチャルテンまで。奥の方にフィッツロイの山が見えますね。さあ到着しました。素晴らしく綺麗にフィッツロイの山見えてますね。太陽神が来たから。すごっ。明日の早朝にね、俺らはフィッツロイのアタックをしてるので、まあ今日は今から宿に行ってチェックインしてゆっくりしましょう。はい、けど素晴らしい天気が。明日もお願いします。エルカラファテよりもさらに物価の高いエルチャルテ、宿はキッチンのある安いところを選びました。さあということでチェックインができました。こちらが本日から2泊3日するお部屋です。すごいね。え、すごい素敵。バン生活みたい。ここに1個ベッドルームもらって、はい、一人用だね。一人用、うん。そんでキッチンとダイニング。すごっ。ここもあるよ、ベッド。へえ、すごっ。3人まで泊まれるんだね。そうやな。でここがシャワー。おー、コンパクトね。へえ、すごい。あれ、トイレは？トイレは反対だ。反対か。トイレ、バス別。へえ、綺麗。申し分ない。めっちゃ綺麗よ。うん、しかもなんかあったかいな。なんか暑いぐらいだとヒーターあるなあ。へえ、すごい面白いな。うん、面白い。ということでね、以上がこんな感じでエルカラファテの氷河の紹介でございました。で、今はエルチャルテンに来てますね。で、明日の早朝に出てフィッツロイの山のも、あの模様をね、見に行きます。ちゃんと太陽見えるといいな。リオが俺で大丈夫。ということでね、次の動画はそのエルチャルテンのフィッツロイの山を見に行く動画になりますので、チャンネル登録してソタリオと一緒に世界を旅しましょう。高評価もよろしくお願いします。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。じゃあバイバーイ。見えますように。